エオランビアは白秋中期に、現在のアメリカに生息していた、イグアノドンティアの草食鳥脚類恐竜の属の、一つである。ハボネの標本セム34,357,992年に、キャロル・ジョーンズと夫のレイモル・ジョーンズは、ユタ州、エメリー郡のキャッスルデール近郊にあるサンラファエル・スウェル・アンティクラインで、化石発掘サイトを発見し、この場所は彼女に敬意を表し、 キャロルクオリ、ママ、と名付けられた。1994年に、ジェームス・カークランドによりこのサイトから、新長脚類の化石が報告された。これらの化石に基づいて1998年に、タイプシュア・ランビア・キャロル・ヨネッサがカークランドにより、記載された。俗名は古代ギリシャ語で、暁もしくは、朝を意味する、から、早いの意味で、ランビアは、ランベオサウルスの由来で知られる。 カナダの著名な古生物学者、ローレンス・ラムに由来するものである。全体で、赤月のランベオサウルス類の意味である。種商業は、キャロル・ジョーンズに、懸命されたものである。この属種は公式に発表される前に、オハドラ・ソリス・キャロル・ヨネシーとしても知られていた。決定した名前は、マイケル・スクレイプニックによって提案されたものである。ホロタイプ標本セム9758は、 セダーマウンテンソーマススンタッチット武装で発見され、年代は以前にはアルブキコ期と推定されていたが、おそらくセノマンキの約9850万年前である。この標本は部分骨格である。この他に生体と幼体、卵と肺の化石が発見されている。パラタイプはセム5212セム27749及び、 セムに万四千三百八十九である。少なくとも十一個体の化石が発見されており、骨格のほとんどの要素が見つかっている。ホロタイプの頭骨の長さは約一メートルで、カークランドは体長九メートルと推定している。頭骨は比較的平らで細長い。グレゴリー・ポールは二千十年に体長六メートル、体重一トンと推定しているカークランドは最初。 最も規定なランベオサウルス赤だと考え、エオランベアをハドロサウルス化に分類した。後の系統解析では、ハドロサウルス化の外の規定的なハドロサウルス浄化であることが示された。プロバクトロサウルスに最も近縁である。ありがとうございます。